中日スポーツは中日新聞社発行の日本の東海、北陸地方を主な販売地域とする日刊スポーツ新聞である。1954年2月25日創刊、略称中スポ。発行部数は45万853部。東海地方、北陸地方の全域だが、滋賀県、長野県の一部地域も販売エリアである。一面トップびから面は、 ほぼ毎日のように、子会社である中日ドラゴンズの記事を中心に掲載している。勝利した翌日はもちろん、敗戦、引き分けした翌日も、試合がなかった翌日も、そして、シーズンオフの時期も、他ジャンルで重大な話題が出てこない限り、原則ドラゴンズ一面にこだわる。このため、東海地方を中心とする多くのドラゴンズファンが愛読している。 1993年からは、倉橋博史による折れた茶、ドラゴンズを掲載している。サッカーでは、中日新聞社が、出資参加している、名古屋グランパスエイトを中心にした記事が多いが、他に販売エリア内に、本拠地を置くジュビロ岩田や FC 岐阜関連の記事も、掲載される。バスケットボールでは、JPBL に所属する、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ。 シーホース三河及びトヨダ通商ファイティングイーグルス、名古屋、B3 リーグに所属する、トヨタ合成、スコーピオンズ、ICAW アレーオンズアンジョー、及び W リーグのトヨタ自動車、アンテロープス、ICAW ウィングス。さらに、伝送アイリスの記事は掲載されるが、同様に販売エリア内に、本拠地を置く。 JPBL の浜松、東三河三軒レオフェニックス関連の記事は、2010年初頭までは、掲載されなかった。販売エリアである、中部地方出身のスポーツ選手、チームを応援するというスタンスの記事作りが、心がけられており、高橋直子を広告キャラクターに用いたり、一郎山津井秀樹、マラソンの野口水木やいずれもフィギュアスケートの中野ゆかり、安藤美希、 朝田舞、真央姉妹といったアスリートの応援記事を書いている。2005年秋以降、地元志向を一層強烈に打ち出すようになり、同年11月15日付では、自社主催事業ながら南式野球大会の結果を一面トップとした。中央競馬面については従来、中京十条開催以外の西日本首場及び、中京十条開催の全レースとそれ以外の特別、 最終レースの馬柱を掲載していたが、2012年6月30日付からは、開催上全レースの馬柱を掲載を開始した。2015年10月31日付以降の G1、ウィークの土、日限定で、中央競馬面を別刷りにし、さらに2020年2月1日付以降は、中央競馬全開催日にも拡大した。ただし、本市と区分けするために、 別釣りのページ数を数字の1.23ではなくアルファベットの ABC に変えてある。芸能面ではジャニーズ事務所関連の記事が多く、モータースポーツをテーマとした近藤正彦、長野博志、堂本光一の連載コラムも掲載されている。以前は最終面をテレビ欄に当てたが2003年春以降は最終面の前の見開き2ページで掲載しており、 右面に、当該地域のテレビ欄を、また左面には、テレビ番組の解説とラジオ、BS デジタル、衛星放送の番組を掲載しており、最終面は、ニュース面としていた。しかし2008年3月下旬に行われた、紙面刷新で、最終面を再びテレビ欄に戻し、テレビ解説と BS 等は、最終面の前の芸能面と新設の特報面より、 さらに手前のページに掲載されるようになった。日刊スポーツの大阪、名古屋、西武版も最終面はテレビ欄が掲載されていたが、日刊が2011年4月の紙面刷新で最終面がダブル一面になったため、中日スポーツが日本のスポーツ誌で唯一最終面は一般誌と同様にテレビ欄である。主に2面に掲載される今日のプロ野球の欄には、 当日の対戦カード、予告先発に加え、カードごとに、東海地方で視聴可能な TV、ラジオの曲名、放送開始時刻も表記される。他市があまり扱うことのなかった、モータースポーツ関連の記事を、会一ブームが起こる前より掲載している。前述の2008年3月の紙面刷新で、東京中日スポーツに掲載している、会一エクスプレス面が、 本紙においてもほぼ同じ内容で掲載されるようになった。家庭で安心して読めるスポーツ新聞を基本理念にしているため、風俗店などの広告は掲載しているものの、駅売り版、宅配版ともアダルト面は設けていない。創刊以来、大事ロゴの形式を一度も変えていない。他紙が大事をやや左に寄せて、右端に一ページの大目出しを出しているが、中スポの場合、 総監当初から1990年代序盤までは1ページ上段右端に大字を載せ、左側に広告や主要記事目次を載せて、その下に一面大見出しを掲載していた。その後、他し同様大字をやや左にずらし、右端上段から大見出しを出すようになっていった。2020年1月31日付まで中スポーツ1ページ右端に出し、中日スポーツは、 左端に小さく出ている。目次は中スポの文字の元に入れている。また現在の小サイズの大字になる前までは中日スポーツの上に巣を挟む形で白抜き文字、ザ・中日、スポーツを入れていた。2020年2月1日付から中日スポーツの大字が中スポに変わる形で一面右端に掲示している。放送局末尾の数字はリモコンキー ID。 ただし、テレビ愛知で放送されるテレビ、東京系列の番組で、テレビ大阪、琵琶湖放送で放映される場合でも、テレビ大阪、琵琶湖放送の表示はない。また、テレビ東京の番組であっても、岐阜ちゃん、三重テレビで放送される場合は掲載される。BS ラジオ、名古屋本部担当東京本社担当2008年3月までは、セブンアイのタイトルで連載されていた。 毎日日替わりで各界の著名人によって執筆されている。東京中日スポーツでも連載されている。現在の執筆者過去の執筆者作家、高橋治の大相撲に関するコラム。1990年から2012年まで大相撲の本場所開催中は毎日掲載された。東京中日スポーツでも同様に本場所開催中に毎日掲載。ありがとうございます。